ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。この番組は合同会社 PTM の提供でお送りいたします。ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。どうもお元気ですか。ラビッツ松尾です。さあ、この番組ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーンは YouTube の番組ですが、映像はありません。ですが、皆さんからのメッセージと楽しいトークでつなげていく、そんな番組ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーンです。さあ、今日はですね、テーマ決めました。大人がねじれるとき、なんだそれ、と思った方が大半だと思いますけれども、この大人がねじれるとき、モチーフになっているのは娘がねじれるとき、という井上陽水氏の、素晴らしい名曲があるんですが、それをこの間たまたま聞いてまして、あ、これ何かに使えるかもなと思って、娘がねじれる、まあ、大人がねじれる、どんな感じなんだろう、そう思って、皆さんに投げかけをいたしましたら、今日もですね、たくさんの、メッセージをいただいております。ありがとうございます皆さん。さあ、それではですね、早速紹介していきましょう。ねじれまくり、と言って、いるのはぐいぐい太郎さんですね。最近芸能界はねじれまくってると思います。って中尾明のマフラーじゃないですよ。大人がねじれる時って、多分女性なら化粧のノリが悪いとか彼氏取られたなんでしょうか。私は小さいことで一人ねじれます。人間関係が複雑、飲みすぎでお腹が冷える、あ、これは違うか。それにしても井上陽水の歌詞すごいですね、と、いうぐいぐい太郎さんですね。これ今ねじれるということで、芸能界ねじれまくってる、でもそれは中尾明のマフラー、といった、ことではですね、焼きそばさんも大人がねじれる時で、つぶやいてくださっています。そりゃ中尾明さんに聞いてみるのがいいよね。で、それはねじねじだ。でもどうやって答えてくれるんでしょうね。中尾明さん、大人はねじれるんです。そりゃもうねじれまくりだよ、ねじれまくりだ。似てないですね、やっぱりどう考えても。ね、ということで、お腹が冷えるとき、これはお腹がキツキツするときなんですが、こういうふうにね、同じようにお腹が、痛いよって書いてくれてるのはホールさんなんですね。ねじれるとき難しいお題ですな。もうダメだ、あー出るかもってお腹痛いの我慢してるときはお腹がねじれます。これよじれねじれるね、まあでもこれググググググってもう辛いのっていうふうになっちゃうやつですよね。このお腹が痛いといえばですね、最近エスロガン、エスロガンがすぐチュラブルで飲めるやつ出したでしょ。あれ飲んだ方いらっしゃいますかね。私まだなんですけど、あれは助かりますよね。波が来ますよ、電車乗ってると、たまに波が、そう、朝ね、電車乗っててお腹痛の波が来るときあるじゃないですか。来たね、もうねじれる、こうくこうなんかね、こうタモリクラブのお尻のアップみたいにね、こうお尻がこう横に揺れたりして、ねる感じが自分でわかるんですよね。でクッとこう波がさ引くんですよね。ふぅ、でそしてまたね、人が押してくるとまた波が来たなっちゃうんですよね。もうそういうことで、この波ね、収まらないのね。でいろんなことを考えたりしてね、この前もここの、シュガー松本さんの投稿にもありましたけどね、こういろんなことが頭の中をね、こう駆け巡ったりしてね、私もいろんな音楽が、ね、この間は原優子さんの「いずこえと」っていうのが聞こえてくるっていうふうに言いましたけど、あんな感じで波が来るとね、ねじれますね本当に。このねじれ解消したいと思っていますけども、もし解消した時は解放の時ですから。簡単に解放しちゃいけないんですよね、これがまたね。さあ、そしてこの、娘がねじれるとき、ぐいぐい太郎さん戻りますけども、井上陽水の歌詞すごいですね。これちょっと改めてね、読んでみたいと思いますが、もうね、やっぱりすごい歌詞ですよ、井上陽水氏。真夜中の街角にキラリと光る野良猫の瞳ではまさかあるまい、家出する娘には行くあてもない、落ち着いて考えることができない、公園のベンチよりホテルの部屋で恋人の唇が好きと動いた、勇気なら持ちなさい、得になるから。
リンゴなら食べなさい、中の中まで。その時、夜空が歪む、悲しい娘も歪む。心と体と愛がねじれる。たまんないですね。これね、歌になるともっとね、悲しいメロディーっていうかマイナーのメロディーで、ただ結構オンビートのね、割とかっこいいアレンジの曲なんですよね。だからこうそこをね、こういうフィーリングの曲を井上陽水のちょっと冷たい感じのね、あえてそう言いますけども、冷たい感じの声でひんやりとね、こうナイフを突きつけられたような、そんなね、感触があるんですね。この当時の陽水氏の、曲はどれもなんかそんな感じで、いわゆる、少年時代みたいにね、こう優しくみんなを包むようなことなんかあんまり歌わなくて、なんちゅうかね、こう斜めに物を見てるひねくれ屋のシニカルな、陽水だったわけですよね。それがこう冷たい声でね、シャキーンっていう風にこうね歌うというのが、これがまたねたまんないですね。2番もねすごいんですよ。娘には父親が5人もいたが、父親の会社には守衛もいない。情熱と生産は反比例をし、社長には8人も愛人がいた。母親はいつまでも娘を探し、町中の札付きと年頃になる。父親はこれまでと闇に目をやり、野良猫の瞳から愛を感じる。その時夜空が歪む、美しい娘も歪む、心と体と愛がねじれる。どうですか。それで一番のね、頭でこう野良猫っていうのがポロッと出てきて、その後、ね、お父さん父親の、ね、諦めの境地の時に野良猫の瞳から愛を感じて、こう1番と、ね、3番ぐらいでこう一つのループがつながってるようなところも見事ですよね。そして中原中也と僕はこの井上陽水ってすごく似てるところがあると思うんですが、口から出した時のですね、歪むとかねじれるとかですね、や行、ま行とから行がね、すごく重要なんですね、井上陽水の歌の中ではね。ご本人も言ってましたけどね、まとかやとかゆとか、そのあたりので始まる言葉をいっぱい使いたいんですよねみたいなことを一回インタビューでおっしゃってて、そうなのかというあたりがね、そしてまたこのストーリー作りがもう非常にこうビチッときてますね。素晴らしいですね。まあ、そんな井上陽水の娘がねじれるとき、ぐぐ太郎さん、これね、歌詞も指摘してくださいましてありがとうございます。もうたまんないですね。情熱と生産は反比例をし、社長には8人も愛人がいた。まあね、もう突きつけられますね、いろんなことさあ、ね、そんな娘がねじれるとき、今度は大人がねじれるときに戻りましょう。カビさん、松尾先生こんばんは。私はタイのバンコクに来ております。わお、You're in Bangkok! Wow! すごいですね。学生の頃の友達男さんに女2人での旅、いい年した大人5人の旅のコンセプトは非日常、ねじれまくってまーすって書いてある。すごいな、男さんに女2人、もう俺たちの旅じゃないですか。誰がオメダなんですか、誰がカースケなんですかねえ、誰が金沢みどりさんなんですか。金沢みどりさん好きですよ。もうたまんないですねそして、こう続いています。先ほどオカマショーを見てきました。土曜日なので貸し切り状態、ビーチクポロリもありました。あったんだ。日本じゃあんまり生で見られない、最近はビーチクポロリテレビも隠してる。だけど見れたんですね、オカマショーだけど。嬉しいじゃないですか。よかったね、本当によかったいやね、バンコクいいですね。この夏なんでしょうね、もう南国なんでしょうね。もうなんかこうね、ねちーっとこう絡みつくような、そういう熱気があるように思いますな。ねえ、ね、でも男3人女2人、青春ですね。青春の旅、多感になりますよね。物を大きく感じる、多く感じると書いて多感、多感な時期の多感ですよ。
あのね、考えたらね、多感な時期を過ごしたって、今もね、多感な時期皆さん過ごしてるじゃないですか。多く感じるね、あのそれはね、小さいことにね注意を払わなくなったという、ね、そういう面もあるかもしれないけど、いろんなことを考えるって意味ではね、十分多感で青春な人たちが僕の周りにたくさんいますよ。うん、人生ってそういうもんだと思いますね。でもね、ぜひあの事故のないようにエンジョイしてくださいね。カービィさん、またお土産話楽しみにしています。さあ、そして、今度は大人がねじれるとき、高友さん、ラビマスさん、こんにちは、高友です。はいはい、よくわからない不思議な天気、体調崩してませんか？もうギリギリです。ビール飲みすぎてませんか？ギリギリですこちらは長い夏休み、いろんなお酒を飲みすぎています。あー、そうですか。でも、よく寝てるのですこぶる元気。なるほど、 very good。 さて、大人がねじれるとき、こちらは心理と現実交錯したときによく起きます。なるほど。例えば、お酒は飲みすぎちゃダメなのに飲んでしまう。ああね、うん、そう、心理と現実だ。夜中まで YouTube なんて見てる場合じゃないのについ見ちゃう。なるほどね、寝不足になっちゃうね。でギターを練習すれば上手くなるのに練習をサボる、ね、うん。子供には何にでも好奇心を持てと言いつつ、子供がそんなこと聞くんじゃないとか怒ってしまう。そういうものなんですよね。あと、戦争反対だけどおかしな政策を行ってしまう。これね、本当に最近そうね、なんで分かってないんだろうってことばっかりですよね。とかとか、細かいことはいろいろ気になりますが、人間はねじれるものと覚悟して、これからも矛盾を抱えたままで生きていきましょう。高友さん、正しすぎ。そう、矛盾のね、なき人生、矛盾のない人なんていませんよ。思った通りなんかいかないもん。でも矛盾があるからこそ悩んでね、矛盾があるからこそ前に行くのが楽しいわけなんで、うん。でも本当ね、矛盾のないことだったら音楽も芸術もそういったものも、ね、さっきの陽水の歌詞だって全然つまんないものになっちゃいますもんね。娘ねじれません、まっすぐですから。もしくはねじれたままで生まれてきてますとかね、心がねじくれてるんですよ。これからねじれるわけじゃないんです、ねじれたら元戻っちゃいますみたいな。あ、これまた矛盾かねえ、うん、そんなあのことばっかりですもんね。ぜひでも高友さんもあのこのね、素晴らしいお休み、ね、ハッピーに過ごしていらっしゃるようですけど、ねじれないでね、うん、ありがとうございました。さあ、こんな感じでお届けしてまいりました、ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。皆さん、ねじれ、解消、していますか？ねじれたままでいきますか？まあ、いろいろね、捉え方はあると思いますが、それでも人生は前に進んでいく。で、Get happy! Go ahead! ね、そんな気分で参りましょう。 Thank you very much! また来週お会いしましょう。ラビッツ松尾でした。